速えよ、めっちゃ速え。この辺よく曲がるよね。アイオニック 5NDK バージョン繰り上げていこうかなと。なかなか痺れるね。皆さんこんにちは、 DKTV ようこそ。ということで今回はですね、私が所属しておりますオートバックス、まあ、ARTA の方でですね、オートバックスの社長からなんか面白いことやろうということで、まあ、世界中の電気自動車を見つけてきてどれがいいかなっていう、そこでコラボをするのがヒョンデになりましたということで、ヒョンデのアイオニック5、これをですねオートバックス流にちょっとこう面白くしようかというので考えてます。これはもうスタンダードのアイオニック5ですけれども、スタンダードがどういうものかっていうのはヒョンデの佐藤さんにご紹介していただこうかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。特徴は何ですか？はい、とにかくやっぱりこのアイオニック 5N は、運転して面白い電気自動車に仕上がってますね。うん、はい、600馬力ですよね。650馬力ですね。650、はい、でやっぱりこの馬力があるだけではなくて、コーナーリングを楽しめるように、うん、まずこのボディ自体をすごく強化してます。で具体的に言うと、例えば溶接箇所42箇所増やしたりとか、うんうん、あるいは接着面を 2.1 メートル増やしたりとか、うん、もう体感を向上させてますんで、これでもう運転操る楽しさが格段に上がってますね。これっていうのは去年僕がオーストラリアのシドニーのサーキットに乗ったのと一緒ですか？はい、はい、あとまた土屋さんのいろいろフィードバックもいただきながら、はい、チューンアップして仕上げて今市場に出てきてますんで、はい、なるほどね、改造されてると。そうですね、かなり煮詰めて改良して。あれから何が進化してるんですか？そうですね、やっぱりその乗り心地、サスペンションのいろいろ挙動だとか、うん、多分お乗りいただいた時にはサーキットではそれなりのパフォーマンス出したと思うんですけども、うん、やっぱりこれ日常使っていただいてもきちんと快適に乗れるように、そのサスペンションの最後のチューニングだとか、うん、そういったところを最後煮詰めました。こう世界的にグローバル的に見て、はい、600馬力っていうと、はい、電気自動車の600馬力オーバーだ、650でしょ？はい、650ですね。2000万ぐらいしますよね。そうですね。これはいくらなんですか？これは、858万円です。いいじゃないですか。いいじゃないですか、ちょっと、はい、やっぱりヒョンデの一つ考え方として、こういう楽しい車を、はい、多くの方の手の届く価格でご提供するっていうことで、うん、まあ、例えばこういうハイパフォーマンスになると、どうしてもアルミニウムをいっぱい使ったりして値段上がったりしますけれども、うん、はい、まあ、そういうのも必要最低限に抑えたりとか、あるいはヒョンデグループ、いろいろ大きな、グループでございますので、うん、パーツメーカーとかを持ってますので、はい、そのグループの利点を生かして、できるだけコストを抑えて手の届きやすい650馬力に仕上げてますね。はあ、特徴としては650馬力が800万で手に入るぞと。それはもう一番大きな特徴だと思いますね。でかいですよね。はい、でかいと思います。それはでかいです。だいたい通常のこういう SUV で EV で600馬力オーバーって言って2000万はしますからね。はい、でなんかもう今年オートバックスとコラボして、はい、そうですね、なんか面白いことをしようと、はい、いうことで、はい、おかげさまで土屋さんのサポートをいただきながらですね。ただこれオートバックスというと、どうしても日本だけのように思われがちかもしれませんけども、はい、実はこれヒョンデの本社とオートバックスと提携しまして、はい、でヒョンデモーターカンパニーとして今いろいろと開発をしてますので、はい、日本だけじゃなくて他のマーケットにも出ていく可能性あると思いますね。世界で売るの？はい、そうですね。限定ですか？いや、まだそこははっきり決まっておりませんですね。はい、まあ、だけど今年中に仕上げろって言われてるんですけど。そうです ね、お願いいたします。今年中に仕上げろって結構大変ですよ。はい、もうだからサスペンションやんなきゃいけないでしょ。はい、で僕のファンの皆さんってやっぱたまにはサーキットも走るんですよ、 SUV で。はい、だからまあブレーキも強化しなきゃいけないでしょ。はい、まあ、エアロもやりたいですけどね。はい、ゆくゆくはね、こうアンダースポイラーとかさ、はい、あとテールゲートスポイラーなんかもちょっとこう伸ばして、はい、ちょっとこう風の流れを変えたいかなっていうのはありますよね。はい、650馬力もあるとね、やっぱこうドイツだと300キロで走るじゃない。はい、そうなった時にやっぱこう空気で押さえつける力は欲しいかなと思うんですよね。はい、これこの車の一つ開発陣がよく言うんですけど、電気自動車って今ニュルブルクリンクの北コースを、はい、まあ、一周するとだいたいパワーダウンしちゃったりするんですけど、この車は2周本気で走れますんで、はい、これ本当にそういう高速域での性能を上げるっていう部分はまだまだチャレンジしたいところですね。はあ、なるほどね。
まあ、ここからちょっと手を入れていって、はい、最終的に今年いっぱいで仕上げようと思ってますので皆さん期待してください。まあ、それではね、ノーマルのアイオニック5、これを N をねちょっとこう群裁でどんなもんかなっていう、ここから何をしたらいいのかなっていうのを探っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、いい音してるよね。これ今50、50ですよね。そうですね。スポーツだと全然跳ねないですね。そうですね。かなりこうやっぱり踏ん張ってくれますし、ね、はい、乗りやすい。コーナーリングはかなりしやすいと思いますね。ボディ剛性高いですよね。はい、体幹をかなりアップしてますんで踏ん張ってくれますね。ボディ剛性がしっかり出てる。ギャップが怖くないですよね。はい、ちゃんとギャップ吸収してる。はい、まあ、4駆は楽ですねかなりこうウェッティな路面でも安心して走れると思いますね。そう、本当に四輪で駆動を伝えてるから楽。はい、ボディがしっかりしてますね。はい、本当楽だ。フロントが裏切らない。はい、そうですね。ね、さあ、それでは今走った時はもう
前後の配分50、50ですよね。そうですね、基本的に50、50で走ってますね、はい。じゃあ僕がシドニーで走った時の70、30にしましょうか。はい、そしたらですね、はい、こちらでディストリビューション、うん、これを選んでいただいて、はい、で、これも今70、30ですね、はいはい。じゃあ70、30でいってみましょう。割とね、シドニーで走った時に70、30が、はい、割とこう気持ちよく曲がってたんですよ。はい、じゃあこれで一発いってみましょう、はい。シドニーで乗った時やっぱ50、50だとね、はい、FF っぽいんだよね、アンダーの出方がね、はい。70、30にしたらちょっとこう後ろから押し出してくれて、うん、乗りやすかったかな。100、0にするともうなんかドリフトマシンみたいな遊ぶにはいいですけどね、はいはい、いわゆるガソリンエンジン車だと100あるトルクを前後にこう配分しますけど、うん、これはもう前後のモーターのこう出力の出方をこう制御しますんで、うん、そうですよね。またちょっと違った感じで、モーターならではですよね。そうですね、うん、70、30にするとやっぱ後ろからグッときますね、はい、押されてる感じがしますよね、後ろから来るね。来ますね。雨の軍災は100、0はやめた方がいいですね。そうですね。楽しさはやっぱり後ろからグッと押し出す方が楽しいですよね、はい。安全なのは50、50ですけどね。そうですね、やっぱりあの一般の方は50、50が一番おすすめなんですけどね、と思いますよ、はい。何も危険な領域に入る必要はないフロントに 30% 残ってると楽ですね、はい。特にやっぱりこういうウェットの路面の時にはそういう感じると思いますよね、こういうところでボディ剛性の高さが出るね、はい、しっかりしてる、はい、踏ん張ってくれますよ ね。ちょっと E シフト試してみます。あ、いいですね。右側の N のボタンを押していただくと、はい、マニュアル、あのパドルでシフトチェンジができます。おお、本当だ、パドルシフトだ、はい。これは楽しい忠実にあの DCT を、発足 DCT を再現してますんで、いやこれは楽しいわ。走ってる時も使えますんで結構楽しめますね。ああ、なるほど。あ、これはいい、はい、これは楽しいね、はい。結構私も普通に普段乗ってる時にも遊んじゃいます ね、これで。これはやりたくなる、はい、うん。
愛い楽しいあ、これは楽しいね。本当に開発チームが楽しさをいろいろと考えて作りました。あ、これは楽しいわへえ。これ外にも聞こえてますんで。あ、そうなん、そうなんです。外にもスピーカー2つついてますんで。はあ、なるほどね。遊び心満載。うん。さあ、それでは群祭フルアタック行ってみたいと思いますけれども、雨降ってるんで100ゼロはやめましょうよそうですね、ね、ちょっとこう安パイ取って70-30にしますか。はい、わかりました。若干高いですね。はい、ね、これ大丈夫ですね。はい、じゃあ雨なので 70%30% で行ってみたいと思います。はい、お願いいたします。はい、雨の群祭フルアタック行ってみたいと思います。やばいな。70-30配分。ボディ剛性高いね。ここちょっと川っぽいね。よく曲がる。曲がるよね。ギャップ、雨の群祭はしびれるな。川だ。ここバランスいいよね、 SG ヘアピン。いや、電線がオフだから割と痺れるよ。まあ、だけどフロントが入るから楽だよね。めっちゃ早い。めっちゃ速いだけどこの 2.2 トンもあるくせにさ、よく曲がるでしょ。これがすごいよね。これがちょっとびっくり。
2.2 トンもあるくせにこの群載で、まあしかも雨でしょ、ここまでよく曲がる SUV ってね、今までにポルシェ以外ない。やっぱりね、2トン超えると押してっちゃうんだよね、フロントがね。フロントが全然裏切らない。フロントがすごく安心感が高くて、でリアがそれにこうついてきて仕事するっていう。で今駆動配分をフロント30、リア70にしてるから、割とこう後ろで向きを変えられるようなね、後ろから押し出すような、まあ危険を味わいたい人はこういう雨の日は100ゼロにしてドリフトしちゃってもいいんじゃない？いやだけどこれはいいよ。うん、車になってるよね。電気自動車じゃない。車に近づいてる。なかなか痺れるね。さあ、まあ、今回はね、この DKTV で、このアイオニック 5N ノーマルを、インプレッションしましたけれども、まあ、かなりレベルは高いですよね。 2.2 トンもあるくせにちゃんと曲がるっていう、そこはちょっとびっくりしているところですけれども、ここから、まあ、さらに、僕が味付けをしていってアイオニック 5N DK バージョンを作り上げていこうかなと思ってます。まあ、そんな感じで、2025年の東京オートサロンに僕がカスタムしたアイオニック 5N を展示したいと思いますので、皆さん、こうご期待ください。